バファローブルくん、背番号は111番です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあちらで愛想を振りまいているのがいつも可愛い妹のバファローベルちゃんです。背番号は222番です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてゲストのドラさんと、今日はねこれだけじゃないんです。はい、このね本日のゲーム、セパ交流戦でございます。はいはい、そのセパ交流戦の、ごめんでしたが回ってなくてセパ交流戦のマスコットキャラクター、セカパカくんとセパコちゃんです。よろしくお願いします。拍手。あとがピンが入ってたのね。テープそしてドアが鳴ってないから、ピンピン鳴ってないから、ピンピン全然鳴らない。気をつけて上がってね。はいはいはい、じゃあね、かわいいのが来てくれましたよ。パカくんこっちだよ。お気づきの通りね、すごいことになってます。ステージの上はね、やばい、はい、やばい、ステージ大混乱、大混乱ですね。わあすごい。今日は、牛とアルパカとコアラの動物園の状態でございます、はい、ね、皆さんよかったら見ていてくださいね、はい、さあ今日は、ね、この 1,2,3,4,5,6 人のマスコットとアルの J でマスコットショーを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よかった、今日が一人じゃなくて本当に、はい、そうです ね、なのでね、はい、今日もね、あのドラ先生どうかお手柔らかによろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね、はい、はい、ということで今日もね、ゲームをしてみんなと一緒に遊んでいきたいななんて思っております。はい、今日のゲームは、今日のゲームは推理ゲームです。拍手、拍手。今からね、ちょっとね、セカパカくんとピカコちゃん、拍手できてないけど、セカパカくんと、はい、セパコちゃんは、はい、ちょっとね、応援側に回ってもらうんですが、はい、応援隊ですね、はい、あの中日ドラゴンズチームと、はい、オリックスバファローズチームに分かれて対決していきます、はい、そしてね、推理、何を推理するかというと、一個ね、お題をね、ちゃんと聞く、誰もこっち向いてないけど大丈夫、聞いてます皆さん、一個ね、お題を出しまして、例えば、黄色い食べ物というお題が出ました、はい、それをチームで、あの教え合わずに絵でも文字でも書いて、自分が思いつくものを書きます。で、そのチームでその後出し合って、揃ってる数が多い方の勝利となります。いいですか、例えば誰も聞いちゃいねえ、黄色っていうね、お題が出ました。黄色い食べ物聞いてるよってね、聞いてる、聞いてる、ごめんなさい、じゃあね、チームだとします。ドアラ先生と私とブル君と、はい、バカ君がチームだとします、はい、黄色い食べ物でレモン、レモン、バナナ、圧がすごいですね、かき氷なんて書いてたら、ね、2個あってるので2ポイントゲットということになります、はいはいはい、分かりました。それをね、3本ほどやってポイントが多い方の勝利となります。はい、皆さん分かりましたか、大丈夫ですか。はい、分かれへんよ、そんな近くで聞いてたけど分かれへんよな。まあ一回やってみましょうということですね、はい、まずね、ブル君とベルちゃんはお友達を2人、はい、ドアラさんはね、お友達を3人ステージに連れてる、あ、そうね、おい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 お友達を連れて来てください、お願いします、はい、その辺の人じゃないの、その辺の人じゃないの、しっかりね、よかったら降りて連れてきてくれたら嬉しい、はい、降りるのが早すぎる、びっくりしてるし、もう前の